皆さんこんにちは、亀まる子です。はい、皆さん今回はですね、ついにですね、我が家にあるリクガメのペアが来ました。はい、ということでですね、今回お迎えした2匹のペアのリクガメを紹介したいと思います。早速紹介していきましょう。はい、ということで我が家にやってきたあるリクガメペアちゃん、夫婦、まあもう夫婦ではないんですけど、まあ、交尾もねしっかり確認できていて、もう喧嘩もしなくて仲がいいというね、メスとオスの、大きいサイズアダルトをね、お迎えしました。そちらが、じゃじゃーんじゃじゃーんと、じゃじゃじゃーんということで、2匹お迎えしてきました。はい、こちらですね、今回、我が家にやってきたのは、こちら、ヘルマンリクガメのメスオス、東ヘルマンの方ですね。ヘルマンには西と東がいまして、こちら東ヘルマンリクガメです。ちょっと早速皆さんに紹介していきたいと思います。じゃあまずね、こちらがオスの方からになりますね。結構ね、なんか積極的にメスに向かってね交尾してくれてるみたいで、じゃじゃん、わー疲れたね。はい、こちらね、東ヘルマンリクガメのオスくんの方ですね。尻尾が長いですね。いっぱいちょっとおしっこしちゃったね、来るまでにね。ごめんね、怖かったね。はい、でね、東ヘルマンとかギリシャ、地中海系のね、ギリシャ、すごく似てませんか？結構似てるんですよ、顔とかも。でもね、何がギリシャとヘルマン違うかと言いますと、まあ、メスの方もね、一緒に見ながら紹介したいんですけど、はい、こちらがジャジャン、でっかでかいにゃんたね、めっちゃ可愛くない？メスちゃんの顔。はい、でね、こちらメスの方でよの方がよくわかるかな。さっき言ったメスちゃんもね、この後ろ、ヘルマンリクガメの2人とも、この甲羅の一番後ろの尻尾の上にある甲羅が2枚になってるの分かりますか？まあ、まずメスちゃんはこことここ2枚になってますよね。こここう割れてて、わかるかな。はい、オスちゃんも真ん中に線がありますね。2枚になってますね、後ろの甲羅が。でですね、こちらがギリシャリクガメのギリタくんなんですけども、ギリタくんの場合は見てください、これ1枚なんですよ。この後ろの部分が1枚になってます。なんかそういう割れ目が全くない、1枚、ここは1枚になってね。ヘルマンちゃんはちゃんと2枚になってる。この違いがギリシャとヘルマンの違いになってます。じゃあね、ちょっとテーブルに置いて観察しながら皆さんに解説していきたいと思います。はい、ということで我が家に来たね、ヘルマン2匹、じゃじゃんなんですけども、はい、どうぞ食べるすぐ食べたぞ。すごいな、やっぱり性格が全然、やっぱりアダルトだからビビりじゃないですね。食べない。メスの方はすごいですね。で、2人ともね、東ヘルマンリクガメなんですけど、東の方はちょっと明るめらしいですね。西の方は色が暗めで、なんか飼い方もちょっと違うみたいですね、東と西だとね。で、東の方が西よりも低温に強いみたいで、住んでる場所は東と西で結構違うので、で西の方がちょっとそういう気温とかに敏感なのかな、乾燥してる方の地帯に西の方はいるみたいです。で、うちに来た我が家のこのね、2匹は、東ヘルマンリクガメ君いい度胸してるね。でかくない？マジで大きいよね。ごめんね、ちょっと今ね、茎しかないのよ。ごめんね、二人とも。こ
小松菜買ってこないとには茎しかないのよ。で、こう全然喧嘩 してないですよね。結構二人とも仲がいいみたいですね。かわいい。ついに亀がペアで帰る時が来たかって感じですね、ほんと。まあ皆さんご存知の通り、うちにいるギリシャリクガメは、こうやってね、可愛く亀たちを並べて撮ることができないんですよ。まあ今もね、上でね、こっちを見ながらね、なんかガラスに向かって、メンチ切ってるんですけど。ねえ、君たち、怖いね、先輩。はい。でもこの子めっちゃ慣れてるな、最初からこうやって。食べる？ねえ、やばい、ちょっと待って。見てこれ。今、どんどん聞こえた？怖いよ。いやだ、あそこからもう気づいてんだ、いるの。ここに。ケース狙われてるよ。めっちゃ見てるもんね。ほら、めっちゃ見てるもん。怖いんだけど、ギリタ。めっちゃ見下ろしてない、これ。怖っ。怖いね。やっと、のんびり。2匹ライフが始まりましたね。これからこの2人がどうなるかお楽しみに。いやー、うまくね、卵を産んだりしてくれたりしたらいいな。いい環境を作りたいと思います。皆さんね、この2匹の東ヘルマンリクガメ、よろしくお願いします。名前はじゃ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 んじゃん。名前はどうしようかな。このメスの方はまん丸。丸にしよう。まん丸だから。ちょっと私と被るけど、メスの方はね、丸と名付けましょう。丸ちゃん。まるちゃんと、君はオスか。太郎くんにします。この子は太郎くんにしましょう。太郎くん、まるちゃん。はい、太郎くんとまるちゃんね。はい。ということで、こちら太郎くんとまるちゃん。かわいいな、ほんと。ペアでこうやって見れるのほんとかわいいな、みんな。私の念願の願いが叶いました。ついにやっと。ねえ、リクガメを何十年と飼育して初めての仲いいペア、二人組、もう嬉しい。この動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、亀丸子でした。バイバーイ。仲良くしてねー。